吉原博人は、地方競馬の金沢競馬場、加藤和義級者所属の騎手である。2016年1月27日、川崎競馬場2001年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得し、松野勝美級者からデビュー。同年4月7日に、金沢競馬場、第2競争でデビューし、同日第5競争で優勝して初勝利を挙げる。 同年9月10日に行われた第16回、全日本新人王総派戦で2位となる。同年10月27日に、京都競馬場で行われたモミジステークスを5番人気だった、金沢所属のトゥインチアズに起乗し、中央競馬初起乗で初勝利を挙げた。この勝利は、金沢所属馬としての JRA 初勝利となった。12月には、ナーグランプリ最優秀新人賞、 日本プロスポーツ大賞新人賞を受賞した。2008年12月には、ナーグランプリベストフェアプレイ賞を史上最年少で受賞した。2002年1月6日に、金沢史上最速となる595戦目での通算100勝を達成した。2003年5月11日にマカオジョッキークラブがタイパ競馬場で行う予定だった第11回マカオ。 見習い騎手招待競争の日本代表に選出されるが、重症急性呼吸器症候群集団発生の影響で開催が中止された。2006年1月にオーストラリアへ海外遠征する。3月にはドバイなどある芝競馬場で騎乗した。秋には第2回スーパージョッキーズトライアルの金沢代表に内定していたが、JR 駅市免許試験の一時試験と日程が、 重なり自体した。直樹種免許試験は不合格だった。2007年9月17日に地方通算700勝を達成する。10月18日に行われたスーパージョッキーズトライアルの第一ステージでは3ポイントしか獲得できなかったため13位となり第2ステージへ進めなかった。2009年1月27日に行われた第7回。 佐々木武美カップジョッキーズグランプリに初出場し、内田博之、岡部誠に次ぐ3位入賞となった。同年10月18日第15回金沢競馬3日目、第9競争もみじ特別をクイーンズコートで優勝し、地方、中央合算での通算戦勝を達成した。2010年3月31日、相綱康安彦九社へ、所属変更。 2011年1月18日から3月18日まで南関東公営競馬で期間限定騎場を川崎競馬場での所属は内田勝義厩社2012年1月10日から3月9日まで南関東公営競馬で期間限定騎場を行った2013年4月2日から6月1日まで南関東公営競馬で期間限定騎場を行った 2014年1月1日から2月28日まで、南関東公営競馬で、期間限定騎場を行った。また、この年の東京ダービーを、ハッピースプリントで制し、同レースでは、史上初となる南関東以外の他、地区所属騎手としての優勝騎手となった。2016年11月8日、加藤和義厩社へ、所属変更。 2017年11月26日の京都競馬場で行われた第62回競阪杯にてネロに起乗し JRA 重賞初勝利を挙げた2019年10月14日に森岡競馬場で行われた第32回マイルチャンピオンシップ南部杯にてサンライズノバに起乗し G19 競争初勝利2020年9月6日に 金沢競馬場で行われた第55回サラブレット大賞展にて、加賀の誉れに起乗し一着。この勝利で、自身の重傷制覇通算100勝を達成。2006年度、2006年度、2007年度、2008年度。ありがとうございます。